イエローカレーイエローカレートライスの盛り付け例。イエローカレーとはグリーンカレー、レッドカレーと並ぶタイの三大カレーのうちの一つ。タイ料理店やタイカレーのレトルトでは定番のメニューでレッドカレーやグリーンカレーと区別するためにその色にちなんでイエローカレーと呼ばれることが多い。ただしタイには黄色をした様々なタイプのカレーが存在する。 最も一般的なイエローカレーはタイ語でゲンガリーと呼ばれるものである。イエローカレーは他のタイカレーでも使用されているココナッツミルクに加えてより濃厚なココナッツクリームを使用するため他のカレーと比べて芳醇でクリーミーな味わいがある。また香辛料特有の風味や辛味が抑えられ、タイ国外の人々には特に好まれる傾向がある。ただし、 ゲーンガリー以外にも黄色いタイカレーは他にも存在する。例えば英語でゴールドカレーと呼ばれるゲーンルアンはゲーンガリーと比べてより明るい黄色をしているもののよりスパイシーで辛さも激しい。さらに英語でジャングルカレーと呼ばれるゲーンバーも黄色味を帯びているがココナッツミルクが入らないためとろみがない。英語でオレンジカレーと呼ばれるゲーンソムも黄色っぽいが酸味がある。 このように、色だけで多様なタイカレーを判別するのは、少々紛らわしい。イエローカレーに、特徴的な素材はターメリックで、これにより独特の黄色味がつく。他には黒柄子の種、クミン、ナツメグ、魚醤、パームシュガー、コブミカンの葉、ココナッツミルク、ライムジュースなどが主に、ベースとして用いられる。具材は、アヒル肉、鶏肉、エビ、魚、 各種野菜などから適当に選ばれ、多くの場合は、メシカ、カノムジーンという細いライスヌードルと共に食される。なお、タイ南部のイスラム教徒が多く住む地域で作られる。イエローカレーはよりスパイシーで、色は茶や赤みがかっていることが多い。また、タイ国内の他の地域とは違い具材として、ジャガイモの使用が普及している。ありがとうございます。